かよ。さあどうやって倒せばいい。てててててててこれどうやって倒せばいいかな。ちょっとまた検証しよう、検証しよう。やべ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 、どっからどう倒せばいいんだ。ちょっとまたえげつない倒し方で倒せる方法考えましょう。ここからそしたら後ろから、後ろから攻撃したらどうだろうか。ああ木を投げた倒してくれた。うわっ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。分かった分かった分かった、この階段の上からは来ない。階段の上には来ないので、もうそれは分かった。ここからは来ない、上に来ないので、あのボーって吐くやつを注意してもらって。お、来た来た、来るじゃん。何嘘言ってんだよ自分。当たってるし、来るけども、やっぱりそれ以上はやっぱり来ないんだ。とかブツ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 言いながら、ブツ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 言いながら、でここの座標にあのボーッと吐くやつを避けるために、とりあえず障害物をできる限り。もらうで、うん、せいぜいだからあの攻撃延長はあの階段からちょっと出たところまでだね。ちょっともう一回おさらいしていくよ。あの全部編集してるか、あの全部取るか全取りか分からない、ただ弓打ってるだけ。せいぜいここまで、ここまで、ここまで敵があの延長で攻撃してくるのは、で基本はここまでしか来ない。だからあのボーってこう吐くやつを注意するために、とりあえずここだね、ここだね、うん、あ来るじゃん来るじゃん、何嘘言ってんだよ、何吹いてんだよ自分。どこまで、最大どこまで来る、最大ここまでか、最大ここまでだけども、所詮ここまでだよねって話だよね。来る来る来る、バカ。でも平地だとすごい戦いやすい、もっともっと離れてじゃあ撃てるってことになってくるよね。うん、ちょっといろいろブツブツ検証しながら、まあここも楽勝でしたっていう、いろいろこうではないかああではないかと話しながら、ヒットアンドウェイやってれば倒せるボスだね、ここはね。はい、場所はね、ここね、ここ、ここ、ここねじゃねえよ、ここだ、ここ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 ら辺ってことなのかな。うん、そうだね、ここら辺に出てくるボスの倒し方だね今のは、うん、とりあえずブツブツ言いながらもヒットアンドウェイでバックしながらも倒していれば、あの勝手に死んでくれるよっていうボスのようです。